自然豊かな北海道の千歳の地、ビビワルドのところに、我々が立地する上で非常に重要な要素の一つが自然とのマッチングであるということ。次世代半導体の量産化を目指す新会社ラピダスの工場は千歳市の工業団地に建設されます。国も全面的にバックアップする道内で過去最大規模となる企業進出で、雇用や関連施設の建設など大きな経済効果が期待されています。今日は道内の企業担当者など定員いっぱいの1400人が参加、来月に建設予定地の整地などに着手するなど今後の事業計画や内容を発表しました。わからないです規模が大きすぎてどんなサプライチェーンができていくのか。ラピダスは2025年に試作ラインを稼働させ、2027年の量産化を目指しています。